韓国だけで有名な日本の酒ってなんか面白いな。突き出しって韓国語で他の意味で伝われてます。私たちが普段食べてる韓国語の料理となんか妙に違うんですよね。自分で作るのは多分日本からバンされますよね。頑張るお父さん、皆さんあんまり知らないらしいですよね。そういえばあれちょっとびっくりしましたよ俺。逆に韓国でめっちゃ有名な日本の酒なんですけど、で何それになるでしょう。あれが私にとってはめっちゃな謎なんですよね。頑張るお父さんみんな知ってます。韓国のなんか居酒屋とか屋台でなんか売ってるからな。それあれ日本の酒です。酒韓国だけで有名な日本の酒ってなんか面白いな。多分きっとみんな日本でめっちゃ有名な酒だと考えてるんじゃないかな。まあそんな高いやつじゃないです。なんか牛乳みたいなパックの中に入ってるんですよ。これです、これ。日本の酒。14度らしいですね。あと、新潟で作ったらしいです。金額3500円くらいです。山本生ジョジョ純米とか、まあ普通になんか日本でも言えたことあったんですけど、頑張れお父さんは、そうだな。ああ日本にはないのか。韓国の居酒屋に行ったら、こんな感じでなんかディスプレイされてるんですけど、まず頑張れお父さんは絶対あります。デフォルトの感じかな。ここに書いてる韓国語も、みんな一回ぐらいは見たことあるだろうって書いてます。韓国語で。酒って言ったら一番先に思われる。頑張れお父さん。父ちゃん、本当だ。でも韓国語の名前は頑張れお父さんです。それもまた面白いな。韓国語の発音は頑張れお父さんです。頑張れお父さん、これです。え、芋で作った酒ですか？私初めてです、それは。アルコールって何度くらいですか？うわ、30くらいですか？高くないですか？それ。私30飲んだら死ぬかも。お酒そんな強くないです、私。弱いタイプかな？どっちかというと。あ、逆になんですけど、日本って酒飲むときに、目上の人と一緒に飲むときは、普通に正面でこう飲んでるんですか？韓国だけの文化なのか、あれ。自分の口とか喉の姿を見せないようにして、目上の人をリスペクトする感じで飲んでたりしてます。こうして。目上の人は普通になんか隠せなくて、普通に飲んで、ぐーとかなんか言ってるんですけど。わー、それ知らなかったです、私。だから私は今までなんか、誰と一緒に酒を飲むときにも、あれで普段なんか飲んでたりしましたけどね。カップを持ってなんか飲むときに、目上の人と一緒に飲むときは、ちゃんと教育してもらった人たちは、それで飲んでる可能性が高いです。目上の人たちもまあ、ああ、いいよいいよ、まあ、軽く飲んで飲んでって言っても、ニヤニヤしてます。それが好きで。ですからやった方がいいですよ、韓国語では。でも日本では大丈夫なんだ。面白いな。全然関係ない話なんですけど、皆さん、突き出しってなんで突き出しですか？突きと出しですか？突き出し自体って、なんだろう？ちょっと調べてみようかな。突き出しってなんだ？日本語にはない言語だった。辞書から確認してみたら、突き出しって出てる。和食店とか、居酒屋で本メニューが出る前に、簡単に出る食べ物、お通しでも言う。皆さん、突き出しって、韓国語で他の意味で伝われてます。韓国の居酒屋に行ったら、めっちゃおしゃれな雰囲気で、突き出しですってなんか、勝手になんか言いながら出してます。本当になんか意味も、好きのその好き、出しの出せる。好きなものを勝手に出せる。意味が変わってて、それでエピタイジャーをなんか出してくれるらしいです。韓国のこと結構詳しいんじゃないですか、私。自慢できるんですよね、これ。ちゃんとした韓国料理。俺、日本で生活してみたら、私たちが普段食べてる韓国の料理となんか、妙に違うんですよね。日本でなんか食べれる韓国料理の味が。韓国料理ちゃんと食べた気があんましないです。もったいない。そこは。でも、日本に来て、韓国料理なんかめっちゃ美味しい料理探すのもおかしいからな。だからなんか、日本で食べる韓国料理の味なんだってなんか、面白い感じでなんか食べたりしますけどね。ですから私、もうちょっと頑張ってさ、日本で食べれる、韓国で俺たちが食べてた美味しい韓国料理、どっかにないのかと、探してみます。
それが逆に皆さんからおすすめしてもらってて、俺たちがそこに行って食べてみたりするのもありか。俺は食べるのは大丈夫かもしれないですけど、自分で作るのは多分日本からバンされますね。お客様に食べさせちゃダメなものを作って食べさせてるみたいな。でも見てください、言葉の中うまく出ないじゃないですか。考えてるだけビーってします、ね、ダメです。ブロンズなら一応作れるけどな。俺はブロンズじゃなくてバンされてたんだよ。あーそれダメ。俺の傑作を最初見たソムちゃんの反応は、あーそれを、あーそれはまででした。それなんですよね。 NHK とかですから、私はまあ今最近モデレーターさんにお願いしたのが、 YouTube でも見れるニュースチャンネルがあるんじゃないですか。韓国はあったんですけど、休む時とか日本語リスニングがしたいですね。ニュースとか聞きながら関西弁勉強したい時は、まあちょっとテキさんとかボドカさんの配信つければできるんじゃないですか。一番効果あるのが、セキさんが他の関西の方と一緒にコラボしてるとき。あれ、マジでやばいっす。あれはしっかり勉強できる。あれってさ、なんか映したりします？韓国の方言ってなんか、誰かがなんか言葉で喋ったらなんかそれ映したりするけど。みんな影響されてて。あれ、俺今なんか喋ってるみたいな、まずイントネーションから返ってて。そうっすよね。やっぱそうなるんだよな。南と北朝鮮って言葉違いますね。イントネーションも、まあ喋ってる言語自体もな、違う単語とかもたくさんあるので、変わったりします。少なくても6万以上じゃないですかね。あ、手払う。困った。ありがとう。俺はゲームの中でゴミ漁ってるのに、ソムちゃんは俺の部屋でゴミ漁ってるな。リアルゴミ漁ってます、今。持っていきました。俺のゴミを全部。ありがてえな。あ、俺がやろうとしたのにって話したら、ソムちゃんなんか半分諦めてる顔で、はいはいってなんか、うんうんってしながら今、持って帰りました。俺、でっかい配信できてるゴミだなって言われながらなんか捨てられたらどうしよう。皆さんの彼氏彼女が、自分の部屋にゴミを、まあ、2日ぐらい溜めてたら、怒ります皆さん。俺3日なら怒るけど、2日まではギリで許せる。別れますね。マジ ?2 日ってダメなの？きつ。2日までダメですか？彼女おらんからわからん。なんかさ、日本の配信って本当に気まずいな。けど、確かにさ、韓国でもこんなことあった気がする。ごめん。俺はなんかゲームしていたら、なんか彼女が部屋掃除しに、部屋に入ってくるんだもん。掃除隊で俺はキスしてあげてるけど。ちょっと悪かったな。みんなと悩むところはちょっと違ったかも。日本の彼氏彼女さんってどんな感じなんだろう、でも。最近はなんか男子の方がリードとか、女性の方がちょっとリードとか、なんかそういう認証はもう薄くなったんですか。そんななんか重要じゃない、それは。なんか恋愛の話をしてたら、その、S と M とやってる時とか。だからわからないって言ってたろ。ははっ！ぶち切れたやついるな。